え、もう10時もう過ぎてます。集合時間過ぎてますけど、はい、はい、間に合ってる方、はい、これから入ってくる人たちは間に合ってない人です、ね、あ、松村さん来てるんで、なるほど、山火さんがもうちょっとしたら多分来て、はい、細井さんは10時27分ぐらい、まあ、いつも通り、いつも通り、そんな感じで来ると思います。でもね、あの細井さんは遅刻したことないですよ。あ、結果的に、そうなんね、結果的に、はい、主催の松原さん、主催の松原です、はい、お願いします。二人来てないと。全部時間ちょっと使用時間。あ、いえ、はい、はい、山さんお願いします。はい、すいません。山火たける。なんか、僕の想像ではあるんですけど、今ね、寝落ちのような。うわぁ。30分後にはたけると言ってまして、だから10時45分。寝てたな。寝てたな、これは。寝てたな。今起きたら、ちょっとリマインドすべきでしたね。山火たける寝ていました。来ました、山火さんいないです。いや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 、まあありえないでしょ。使えないような発言をわざと。本当にもう直弘に報告だ。直弘に。直くんね、直くん、直くん、直くん。せえよ。申し訳ございません。まあいいや、じゃあやりましょうか皆さん。はい、ちょっとさ、あのさ、とりあえずここ座りいいや。寝坊？そうですね、寝坊だよな、間違いなく。そうです、ちょっと。なんで LINE でさ、はい、時間勘違いしてたとか嘘言うんで。そうですね。いや、笑ってんじゃねえよ。申し訳ございません。あのさ、あの、この収録だけだったらいいんだけど、はい、分かってると思うけど、毎回さ、この受験生版タイガーファンディングっていうのは、午前中に収録して、その後もうほとんど時間なくてさ、タイガーファンディング3本続くわけやろ？これ、遅れれば遅れるほど押すわけだし、全部の人に迷惑かかる。で、もう一個言うと、あの、志願者だよ、かわいそうなのは。もうすっげえ今日朝早くから、茨城から今日来てんだけど、はい、彼は時間通りに始まると思ってたのが、ごめんねって山辺先生が遅れてるからって言って、こうやって今15分とか経ってる間、待ってる志願者の気持ち考えたら、もしかしたらさ、取り返しのつかんことやってんのかもわかんないで。本当に。いや、それ考えた方がいいよ。いつもそうなん、仕事。あかんと思う、俺は。じゃあ、この気分のまま始めるの申し訳ないんだけど、なんか、誰かどうですか？そうですね、今日はあの彼9時もう15分ぐらいには着いてたんで、うん、まあ、すごいあの、ね、茨城から今日来てくれて、まあ、ちょっとその気持ちを考えたりすると、ちょっと山火さんの今回の行動は問題があるかなって正直思いますし、まあ、みんなやっぱ時間、ね、ない中でパンクチャーで来てくれてるので、まあ、岩井さんはじめその編集の方も含め僕らもちょっとね、あの、時間ない中で調整してきてるんで、そこに対してちょっとちゃんと、そうですね、まあ、ヘラヘラ笑うんじゃなくてちゃんとお詫びしていただきたいなっていうのが僕の率直な意見です。はい、すいません。皆さん、この度は遅れました、申し訳ございませんでした。最悪。なんで笑ってるんですか。とりあえずさ、なんで嘘つくのがいいんで。寝坊でしょ。どっちなんだよ。申し訳ございません。美山さん、
もう岩井さん時間厳しいってここまで付き合ってきて分かんない。俺も結構気張ってさ、まあ結構令和の虎とかも時間はちょっとミスっちゃまずいなと思ってやってっけど、なんで、てかさ、社長の顔に泥塗ることになるってわかんない。思わん。まあ僕らもね、会社やってる人間が集まってるんで、武田塾さんはそういう仕事の仕方なのかなとか思っちゃいますよね。え、これ日時勘違いっていつと勘違いしたんですか。え、だって寝坊って言ってますからね。いや、嘘つくのもわけわかんないしさ。いや、まあ、あの、そうだね、ちょっと言い訳になってしまう。かっこつけんなよ。え、覚えてたのか忘れてたのかどっちなんですか。いや、カレンダーにちょっと入れ忘れてたっていう。その程度の企画ってことだよね。そんなに。ちょっと入れたつもりだったんですけど。まあ、ちょっと座りや。はい。やっぱりさ、あの、俺はずっとタイガーファンディングやってるんでわかるんだけど、あの、例えば、君が一人でやってる、あの、YouTube とは違って、これだけの人を巻き込んでやっぱね、進んでるわけだから、それやっぱ考えた方がいいよ。はい、本当に。で、俺はさ、あ、頭来たのは、こう、今日、ちょ、ま、俺が座りやって言って、座ってしばらくの間、ヘラヘラしてたやろ。それは、お前のキャラか。あ、分別つかんのか、そういうこと。ちゃんとやれや、お前。お、ちゃんとやれ、お前。すいません。あなたか。はい。許さんぞ、お前、俺は。お疲れ様でした。なんちゃってね。てってれーガッキー大正解どこで気づいた？確か気づいてた。笑ってた。笑ってた。最悪。最悪。松原さん座ってもらってほしいぐらい。本当そう。お前こっち来いよ。もうこれさ、はい、これもう大成功って関係ない。ダメだこれ。で僕思わず何笑うとんねん。切れられるっていう。いやでも本当に申し訳ございません。マイクお願いします。はい、あの山火さんの本当に申し訳ない顔が椅子蹴ったら空振りしたんです俺。決まんなかったっていうね。でも確かに、あの、最初にやけてるからちょっとイラッとしましたね。そうそうそう。もうね、ビーヤマがね、俺の顔見てね、これネタでしょこれネタでしょみたいな顔でね、確認してくるのが本当に無駄。でも一瞬なんか本当に申し訳なさそうな顔したんですよ。でそれね、俺もちょっと我慢できなかったんです。ごめんなさい。いやでも本当に遅れたのはちょっと申し訳ない。いや全然。遅れたの事実なんで。バカなこんな雰囲気の中、よろしくお願いします。お願いします。